おはようございます。おはようございます。バチェロレッテジャパンシーズン2第1話感想動画でございます。はい、始まりました。待ってました。始まりましたね、バチェロレッテ2。舞台はタイチェンマイですね。まずはこの今回のバチェロレッテが尾崎美紀さんで、なんかそのさ、紹介動画とか今まで事前にありましたけど、動いてるミキティめっちゃいいな。ああ、そうですね。なんて言うんだろうね、はい、もちろんその見た目、ショコタンとトモチンとカリナを足して3で割ったみたいな。だから割るなよ、割るな。笑顔もいいし、あとなんか男性陣に対する話し方っていうかさ、リアクションめちゃくちゃ良くなかった。いや、良かったですよ。ただ俺あれですよ、その しゃべりとか顔っていうよりも、俺がね、おすげえなって思ったのが、背中綺麗だなと思って。どこ見てんだよ。いやいやいや、あんた背中見るシーンなんて、背中向けるシーンなんて、ちょっとほらドレスっぽいの着てるから背中着てた着てた、首元うなじあたりとかさ、結構女性って髪長いから首の後ろとかこう赤くポツポツなってたりとかすんのよ。汗もみたいな。そう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 、なりやすいっていうか、まあそれはしょうがないんだよ、髪の長さとかもあるし、うん、一番ほら洗いにくいっていうところもあるし、自分で洗いにくい届かないでしょ、だって手。いや、タオル使うでしょ、あのギザギザのタオル、100均とかで売ってるあの擦るやつ。違う、女性はもっといいの使ってるから、肌痛めないように。しかもそういう会社の社長だからね。そうそうそう、気にしてはいると思うけど、うん、それにしてもそのドレスから見える背中のところ綺麗だなと思って、見るとこがやっぱ変態の目線ですね、やっぱシムさんは。変態ではないよ。いや、よかったな、なんかだから動いてるミキティが好印象から入って、だからそのミキティを巡って男性陣17名が争っていくっていうね、番組なんですけど、まあ、シーズン1というか、あのエピソード1は、まあ、その男性陣とミキティの、まあ、初対面で一人ずつね入ってきて、うん、ちょっと挨拶してアピールするみたいなのが、はい、もう全員やるのね。俺はね、あの R1 グランプリの予選ですかっていうぐらいの感覚で見てましたから、一人一芸披露していくみたいな、ね、いや、でも本当にオーディションみたいなもんだもんね。気になった人いた？よかったのはホラガイですよ。いやいや、おかしいよそれ。インパクトあるわと思って。いや、インパクトはね、俺が男だからそういう目線で見ちゃってるだけだってね、女の人からしたらどうかは分かんないけど、うん、ただね、あの悪い意味での印象、見てて恥ずかしくなっちゃったのが2つあって。あ、誰？あのね、あだ名つけるやつ、しゅんくんね、佐藤しゅんくんね。もうね、お映画監督の、そうそうそう、オリジナルのあだ名で呼びたいっていう、おみちゃんでしょ。そう。いや、ほらさ、ミキさんだからさ、ミキティって第一候補で言ったじゃん、うんうん、それはみんな呼ばれるよとかってあったよね。そうだって、それはだってもう誰もが一番最初に考えちゃうじゃん、うん、で庄司さんいるし、奥さんミキティだし、うん、そこだからオリジナリティなんて一切ないじゃん、もうそこに。そこで一発目にそれ持ってくるって思って、そこはだからまあ分かってて聞いたみたいなあるんじゃない、やっぱ映画監督だから。だけど誰にも呼んでないあだ名で呼びたいっていう、うん、発想がちょっと気持ち悪い。俺はなんでそこ気持ち悪いの？俺はなんかそういう風なのが気持ち悪いな。なんか分かる、そういうやつ。あとでもう一個気持ち悪いポイント出てくるから、それ言いたいんだけど、しゅんくんの隠れるパーティーのカクテルパーティー編でお会いしましょう。平山大くんね、タクシードライバーの。はいはい、出たね、バイクジョーク。そこバイクで来んのかいって思わなかった？思った。そこタクシーで来ないんかいっていうか。じゃあタイだからあっちでそれ借りようとしたらトゥクトゥクになっちゃうから、ややこしくなっちゃうが。いや、トゥクトゥクで来るよりはもうバイクで来た方がかっこいいから、そこは。でほら、ろくに話もせずにちょっと駐車してこなきゃいけないっつって、すぐバイクで出てくる。あれはだからボケでしょ、一応。そうだね、そうだよね。だからあれを何この人って思うか、あ、面白い人だって。あ、そこなんだよね、うん、賭けだよね。そういった意味では他の人とは差別化図れたよね。あ、まあ確かに、うん、なんかいい印象のあった誰か。いい印象はモデルやってる人、あ、沢井くん。沢井くん、バンバラゴね、バンバラゴ。そう、でっかいさ、うん、ビーチボールの地球儀持ってきてさ、はいはい、やってたやったら、ここまだガスカルってやつ。違う違う、ゴージャスみたいなネタはやってないの。やってなかった。まだ助かる、まだ助かる、まだガスカルやってなかった。
やってないよそんな彼も陽キャだけどそんなゴージャスみたいなことやってない、ね、いやでもあれは実際よ確かにいい印象っていうかいい自己紹介だった。そう、自分のことを自然にこうアピールできるし、一番最初に会った時に問題出して、まあ、それを探してもらうっていう共同作業もできるわけなのよ、うん、あれって、うん、初めてのね。だからなんかあの本当に一瞬短時間だけどうまかったよな、上手だなって思った。あれが一番印象良かったかな。俺結構好きだったの。あとジェイデンね。はい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 、なんかカードの質問のやつあれ良かったわ。良かったね。あの、うん、それも上手だよねやっぱりね。上手上手。まあほらちょっと日本語もたどたどしいし、自分の弱点っていうかそういうところも補いつつ、うん、相手と一緒にこう会話ができるっていうのは上手だなと思ったね。あと気になったのは島田さんが推してる山部くんね、ダンスの。ちょっとちょっともうね、よかったのそれ。ちょっともういじってんじゃんそれ俺マジで一番いらないと思ったえなんで急に初対面の人に会った時に、うん、何もまず挨拶もせずに踊り出すって俺ねマジでその挨拶無言のダンス挨拶一番いらないと思ってるから何だそれ。挨拶厳しい先輩じゃん。もうただでその後もう踊ってさ息切れてさ、そう喋れなくなってるじゃん。その時にミキティはさ、あ、うん、あのゆっくりでいいよってあれとかね、うん、いいよね。いいけどめっちゃ気使わせてんじゃんと思って。ゆっくりでいいよって言われたってゆっくり踊ってほしかったよねあの振りにはボケるところじゃないからねあ、ゆっくりオッケーオッケーって言ってゆっくりもう一回同じダンスしてほしかったよで坂東さんがチリンチリンチリン、いやいや時間切れあのあれですよ、例えばさエピソードが進んでいく中で、まあ、ロマンチックな、うん、場面とか多分いっぱい出てくると思うんですよ。ただその時にこの方がいきなりなんかこうダンス踊り始めたら俺は急に冷めちゃう。いやでも気持ちを言葉でするの難しいからダンスでってシーンはありそう。俺もうフラッシュモブが一番恥ずかしいと思ってる。あれフラッシュモブじゃねえからじゃあ今後でなんか坂東さん踊らねえから踊り出さんから。いや俺今後やるんじゃないかなと思ってそれフラッシュモブやるんじゃないかな。そしたらもうジェイデン墓踊っちゃうよフラッシュモブじゃないよそれもう墓は墓だから。そうしたらシュン君サングラス外しちゃうよ。いや外せよさすぐ外すんだから。いやちゃんと言葉にしてよと思って。そういう派なのね島田さんは。そうそう、なんか演出があんまり好みじゃないってことね。そうなんかね特技の押し付けみたいに感じちゃって。あベッキーみたいなね元気の押し付けみたいな押し売りみたいな感じね、まあ、意味合い変わってくるけどね。それはベッキーもいじりづらいからなんでもう大丈夫でしょもう大丈夫だけどね。ただ俺にはそういう風に感じたから。だからその、まあね、急に踊られて喜ぶ女性ももちろんいる。いやいるよ。だから好みよそこは。だどっちのタイプかなっていうね。まあだからそういう個性あふれる17名がアピールするんだけど、まあ、その後だからカクテルパーティーよ、うん、カクテルパーティーパーチーが始まって、はい、ここよ。さっきの何度も出てきますけど佐藤俊くん乾杯した後にシタ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 ってこう一目散にミキティのとこ行って耳打ちでしたのあったじゃないですか。ありました。誘った感じ、はい、あれキモくなかった。キモいやいや甘いみたいに言わないで。でキモいっていうか俺の嫌いな演出法が2連続で来たなっていう。そのだから島田さんがさっきダンス気に食わないっていうのと一緒で、はい、誰も呼んでない唯一無二のあだ名つけるっていう演出からの耳打ち、俺苦手なんだよなあれあれツーショットに持ち込むための、まあ2人でお時間いいですかみたいなね、一番最初に先手をかけたっていうね。先手必勝の気持ちはめちゃくちゃ大事でいいと思うけど、そのやり方ってことね。そうそうそう、あれ不倫してるやつの所作だからさ不倫の時の誘い方だからそう、俺はだから乾杯ってやって、いや、いよいよもうカクテルパーティー始まる、どんな会話始まるんだろうって思ってた矢先に、うん、えってなったから俺も。だから一瞬固まってたもんね、みんな固まったもんね。あれ自己紹介もそうだし所作もそうだし、その耳打ちなんかもそうだけど、うん、あのパターンで、あ、シュン君って自分を演出する上でキザ男みたいなね。あ、まあそうなんだろうね。うん、そうだよ多分。いやでも見てる分にはめっちゃおもろいけどねそうですね、俺はもうなんか見つけた感がありますからね、うん、
いてほしい、はい、あと 3,4 話ぐらいはいてほしい。いや落とすんかいね。あとカクテルパーティーで気になったのはやっぱその岡村さんも MC のね、はい、ないない岡村さんも言ってたけどやっぱ安倍さんねデザイナーのね靴話せよ話せ安倍話せって思ったよ。一番年上だから40歳のね。いや分かるよその最初の自己紹介の時に靴のやつ下りがあってさ、うん、はい、なんかちょっとロマンチックっていうかさ、うん、でもカクテルパーティーってアピールしなきゃないわけだからさ話して最初なんだから話さないと落とされる可能性あるから、うん、靴職人がね靴職人花田雄一がね登場して、いやいや花田雄一だったら納期間に合ってねえからあれは注文しても全然手元に届かないで話題だからねでも間に合ってよかったなとは思ったよ、うん、これ間に合わないで終わんじゃないかなとかってハラハラしたもん。それはだから年上だからこそできる技じゃない、多分あれほら同年代とかいたらまた違ったお話のアピールの仕方だと思うけど、最年長でまあこういうことできるよ、手に職持ってるよ、落ち着いてるよ、有言実行するよっていうところは見せれたわけじゃん。ある意味言葉を発さなくてもこの人となりを伝えられる時間にはなってんだろうなっていうのは感じた、うんうんうん、しかもその何作った靴の言葉とかそういう刺繍もミキティに刺さってたもんね。そう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 、それが良かったよね。あそこ三振しちゃうと きつかったけど喜んでたからさ。ただ気になるのはなんであのドリフみたいな靴なんだろうなと思ったけど安めのスリッポン非常にシンプルだね。あれ履くのかなミキティって思っちゃうよね。そうだね、まあ、飾ったりするのかな二人が結ばれたら思い出の品として。なるほどね。でもよかったよね兄貴ね兄貴、はい、あと気になったのはねカクテルパーティーやっぱり平山大君俺気に入ったわ。ちょっとあのツーショットに持ち込んでも話すことないやみたいな。そう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 、だから自分から話さないタイプのタクシードライバーなんだろうね。話しかけてこないタクシードライバー俺的には非常に助かるんだけどね俺的にもそっちの方がいいんだめちゃくちゃ話しかけてくる人いるじゃん。いる。もう なんだろうねあれ暇なのかね。いや気使ってんじゃないのだから。それかあの何人も何人も毎日乗せておかしくなってんのかね感覚乗った途端話しかけてくる人いるでしょ、うん、右足入れてるぐらいでいやそんなにはいないそれは行き先聞けよまず。これがなんか裏目と出てるような気がするね。あの自由奔放さというかさ、うん、余裕感を見せすぎてるっていうかね。俺はそんなにがっついてないですよみたいなね、はいはいはい、俺だからちょっと危ういんじゃないかってこの時点で思ったもんね、はい、あとはファーストローズもらえる人が出てくるわけよ、うん、この会話の中で、はいはい、マクファーね。マクファーまあ積極性があったのかなっていう、うん、あったね。やっぱバスケやっててのメンタルに出てるねあれね。出てる。マクファーレンすごいいい感じにやってたなと思うけど、だからなんていうの、うん、イタリア人みたいなさ、はい、モテるイタリア人特有の最初のうまさみたいな風に見えちゃった俺は。はい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 、まだだからそこがまだマクファーの本心ではないというか人となりのなんかそういう風に勘ぐっちゃう。うんうん、あでもね、うまい慣れてんじゃないかなっていう、うん、ワンちゃん飼ってるのを見せたでしょ。それを見せる前のね段階で二人暮らしなんだよ娘と暮らしてんだよっていう何イタリアジョーク。イタリアジョークマクファーイタリア入ってんの。その前に勝手にイタリアンハーフって感じで言ってるけど、ただそのジョーク、その一回不安にさせてからの、うん、あ実はワンちゃんだっていうね。ただほらさ、なんだっけ、山辺くんね。あ、山辺くん、もう積極的で前段階ではあのどん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 いけるって言ってたけど、実際に積極性ある男性、自信があった男性たちもカクテルパーティーになったら緊張してたじゃない。だけどその中でああいう何慣れてる感をマクファーは出してたから、マクファーのは本来の自分があれなんだよ。緊張とかそういうんじゃなくていつも通りの感じで試合に入れたっていうねうまいなさすがオリンピックとか世界とか舞台だけど、やっぱ試合の入りって大事じゃん。そこをマクは今回普段通り自分いつもの自分で入れたってことなんだよあれ。なるほどね。俺の中ではいやたださすがアスリートって言ったけど、同じバスケのアスリートもいたわけじゃない長谷川さん試合放棄してたじゃない。インタビューの時から言ってたじゃん、ちょっとゴミ事案っていうか、まあ恋愛ベタでね、いつも通りの自分で入れたんだよあれはあれで
そういえば今ので会話で思い出したけど、ミキティも自分の弱さをこう見せることがあんまりないから、相手にはさ自分の弱さを見せられる人条件言ってたじゃん。うんうんうん、そういう意味ではめちゃくちゃ弱いところ見せてたよね長谷川さん。いやそういうカクテルパーティー誰もでもプールに落ちる演出なかったな今回。前さこの事前段階に僕らが出した動画では、うん、山部くんが踊りながら落ちるんじゃないかっていう。さすがになかったねそのシーンは。山部くんが踊りながらプールに落ちてるとこをビルマチが絵に描くっていう。どんな芸術的に仕上げんだよ。でその横で阿部くんはまだ刺繍を続けるっていう。静かだなおい。まだできてないよく集中できるなそんなところで。で中道くんがジェイデンをお姫様抱っこしてるなんで助けるなんであんな重いの持ち上げんだよ。めちゃくちゃなパーティーだな、まあ、ミキティ置いてけぼれだよそんな。でここで終わっちゃうわけよカクテルパーティーが。でさっきも出た長谷川さんとあと島田さんが事前動画で押してた小出くん話せないまま終わっちゃうの。まさかのあの2人が話せないまま。そうちょっとびっくりしたな。大丈夫かどうなるみたいな、うん、感じだったよねここでは。そうですよ。そして運命のローズセレモニーですよ。ここで、まあ、3人か早速もう落ちちゃうわけよ。はい。で落ちたのが、横山さん、ホラガイさん、じゃあキラさんだよ。で早瀬さん、はい、の3人がここでローズを残念ながらもらえず落ちてしまうんですけども、事前動画で僕が一押ししてた早瀬さん、はい、しかも公式ツイッターバチェロレッテので事前放送前の事前人気投票みたいなのあったんよ。そこがまさかの。だってほぼほぼカットされてたし。そうだよ、あのね、だっておかしいんだよ。自己紹介の時もさ17人いて最初の出会いのシーンカットされるって落ちる人じゃん。だってもうそれでカクテルパーティー中の会話も全然放送されてなかったし、なんかダイジェストダイジェスト早さだったよね。だってさどのぐらいカットされてるかっていうとさ、ね、自己紹介もそうだしカクテルパーティーもそうだけど、うん、ローズ渡されませんでした、うん、じゃあ、うん、最後に最後まで残るの誰でしょうみたいな、うん、投票早瀬さん第2位だからね。おお、残った皆さんとミキティに一言。やめてやめてあげて。そのシーンすら最後のお別れのシーンすら。分かった、もうこれずっと下ネタ言ってたんじゃない。はい、でカットせざるを得ない状況を作ってた。全身カットおかしいです。あの分かり際ぐらい使ってあげてよ。そうだね、だってでもせっかくオーディション何のために選んだんだよって。オーディションでたださ会話を見せられてないからこっちもさ最後の挨拶だけされても感情移入できないのよ。いやだからここで俺の最後の一人残る早瀬さんが早速落ちちゃって。あ、いやだいいじゃない、だから話題にこうやって話題になるぐらいで事前投票でも第2位じゃん。まあ、そんぐらいさ本編では映らなかったけど事前には注目されてたんだけど、だから紹介動画の作りがすごい良かったのか、うん、いいじゃん早瀬さんは。だってちょっと話題になって始まる前からちょっと話題になってるぐらいだから、うん、印象はいいの。だからいや横山さんじゃん本編でもカット事前にも話題にならない。だって自分探しに しに来てる人だよ。見つからないまま帰っちゃったんだから。あの突然贈り物をするタイプって言ってた人で、あの事前インタビューで、そう贈り物しろよっていうね。ここだろって突然贈り物するのは安倍さんみたいにさ、あと何アロマ私、はい、田村さんとかいたじゃん、はい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 、そういうことここでするんだよっていうさ、うん、いやでやっぱ俺もほら事前動画でさちょっといいなって思ってたキラさん、これも落とされちゃったわけだから。そうだ島さんはキラ君と小出君だもんね。とあとさんだもんね。と危なかったね、危なかったねこれ。危なかった、本当に。俺小出さん通ったけど、うん、ダブル落選あってもおかしくなかったじゃん、あの流れ。そうダメだと思ってたもん正直。ダメだと思ってた。滑り止めの小出さんがなんとか合格で。小出さんやっぱりホラガイダメだったね。落ちた後のインタビューでさ、うん、ホラガイがダメだったんですかねとかって言ってたもんね。言ってたし、でもね俺落ちてなお
キラさん俺は好印象でした。ローズ順番に渡されてる間みんな不安そうにこうね、うん、ミキティ見てたりしてましたけど、やっぱりなんか男らしさというか、うん、まっすぐ前だけを見てそういう感じだったね、うん、最後の挨拶も潔さ、男の潔さみたいなあったから、うんうん、あやっぱりなんかちょっと俺はかっこいいなって思いましたよ。ホラガイ吹いてほしかったけどね最後ね。どんな感じ？対人じゃーって言って対人じゃーって対人では吹くな出陣しろと、うん、いやでもナイスファイトだったけどね、うん、ナイスファイトだったよキラ君。一番かっこいい散り方というか砕けした感じ。あれだ、うん、だって地元の友達とすげえ仲いい親友とかとの飲み会とかあるじゃん地元の。一生ネタになるよこれ。そうね、楽しい酒飲めるよこれをつまみに。そういうねエピソードができたしね。そうそうそう、これでねちょっとキラ君の舞台見に行きたいっていう人も出るかもしれないから。なんかねホラガイ服役でなんか使われるかもしれないねドラマとかでさ、これを見てた関係者が。ねえよホラガイ服役なんて。タイガーあるじゃないタイガー出陣の時には出陣のキラちょい役だなおいで一気に17人が14名になるんだよねこの1話の時点で、はい、どうする。俺はもう推しメンがもういなくなったわけ島田さんはもう小枝さんですよ。だけどそれは事前の自己紹介見て決めた推しメンだったじゃん俺ら。はいはい、実際第1話を見て改めてこう推しメン決めようよ。あいいです。小出さんでいい、小出さんでいい。じゃあ、まあ、うん、変わらず小出さんと。逆になんか長谷川さんを応援したくなっちゃう。わかるわかる。俺も最初早瀬さん予想で入ったけど、うん、結局やっぱこういうの見てると誰が最後まで残るかっていう予想よりは誰を応援したいかっていう気持ちに俺は変わってきたんよ、うん、でやっぱり今俊くんでしょ。俊くんと大くんと山部くん。バカ野郎、胸焼けするわなんだろうそれ、胸焼けするわ。3食ラーメン二郎みたいなこと言うんじゃないよ誰誰誰。だからその今島田さんが言った長谷川さんでしょまず、うんうん、でジェイデン、この2人は応援したくなった。そうそう応援したくなったね、うん、だから2話これから見るけど、はい、ポイントはだから結局1話で喋れなかった長谷川小出ペアがどう積極的に動くのかってとこだよね。アピールしていくかっていうのがまず見どころじゃない。そうね、逆襲の長谷川ですね。いやかっこいいなこれ、かっこいいよそのタイトルあと大出しの小出ね。いやなんかややこしいなタイトル、字面で見たらややこしいよ自分を大出しする小出ねどっちなんだよと。テロップで見たらややこしくなるからこっちおいで小出ねなんだその昭和の漫才師みたいなキャラ豊富だもんね男性陣も。そうです、ね、一人一人、うん、でもこっからまた印象変わってね推しメン変わってくる可能性もあるから、うん、そういう楽しみ方もしていきましょうよ。そうね、はい、じゃあ1話の段階では我々の感想はこんな感じなんですけども、皆さんの感想とか推しメンもですねぜひコメントの方で教えていただければと思います。では本日の動画は以上でございます。次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。